どうもこんにちは、カクスケです。ギャラクティックアドベンチャーやっていくんですが、これですね、クリーチャー作成。久しぶりにね、何か作りたいなと思いまして、今回はクリーチャー作成の替えにしたいと思います。お、新しく使えるようになったのがテストモードです。クリエイターを終了する前にクリーチャーをテストしてみましょう。あー、宇宙ステージでありますよね。何これあー、体ですね。これ謎の形してますね、この子。今回はね、カクスケは四足歩行なんですよね。4足かな、よくわからないぐらいの、なんだろう、なんて言えばいいかわからないけど、あの形なんですよね。ですから、次ね、2足か、普通の4足かって考えたんですけど、2足かな。太ってる感じにしようかな。ドラゴンみたいなね。うお、これは太りすぎか。お腹ぽっこりな感じで。よいしょ。よいしょ。ほい。お腹。よしよし。で、ぐにっと、あ、ちょっと待って。あっと、ここはまだ頭なのか。じゃあここはまだちっちゃくして、難しい胃みたいな形になってない？これじゃ内臓じゃん。ダメだよこんなの。よいしょよいしょよいしょ。てかこの色がね、生々しいんですよね。これ色先に変えましょう。うわ、気持ち悪い内臓みたい。これでいい気がしてきた。こんなのいたらびっくりですよね。顔すらないっていうね。赤以外なら何でもいいんです。そうですね、カクスケは黄色でしょ。こういうちょっと森にいそうな感じにしますか。とりあえずこれでいいでしょう。さっきよりは、ちょっとダメ根元の部分がそれだと結局その色になるのか。じゃあこれならどうだい。あ、いいですね。で、大丈夫でしょ。よし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 。ですね、頭がこれで、姿勢よくしましょうか。よくいる感じで、違うよ。ここが尻尾を下に下げるか。ぴょんって可愛くす、あ、鍵尻尾もいいですね。くるっと、よいしょ。あ、それ難しいかな、さすがに。よいしょ。くるっとね。クイッと。お、いいんじゃない？よいしょ。よしよしよし。これで足をね、まずね、大まかにするんですよ、やっぱりね。ババッと。お、すごい！こんなのできてる。宇宙ステージ独自のやつかな。これは使っていきたいですね。何これ。あ、いいね、いいね、いいね。いいね。あ、こんな、うわ、カマキリみたい。いいな。いいな。カマキリっぽくしてきま、あ、した、してきたくなりました。え？したくなってきました。すごい。なんか、そういう虫っぽいのがいっぱいありますね。これちょっとね、骨が出てる感じですね。手羽先とか食べたらこんなの出てきますからね。すごいな。じゃあ虫とドラゴンが合わさったような感じにしたいな。すごくガニ股ですね、この子。ここ、伸ばしすぎもちょっとな。これをもうちょっと後ろにして、ちょっとね、これね、見方によってすっごい違うんですよね。よしよし、そんなガニ股にしてるつもりなかったんだけどな。じゃあ体自体をもうちょっと上にして、で、この根元をこうしようかな。ちょっと太った感じにしたかったんだけどな。これすっごいスタイリッシュですね、この人。こうしてこれを上にして、太ってる感じだったらこんな感じなんですよ。あんまり足がね、伸びすぎてたら立てないからね。こんなね。違うな。
こうだな。うん、あまり歩けなさそうですけどね。クリーチャーモードと違って別に運動能力とかどうでもいいですからね。これが最新うんか。おいしょ、よいしょよいしょよいしょ。うん、ちょっと滑らかさが足りないな。ここでもね、こういう尻尾がある動物って結構ね、いきなり突然太くなってるんですよね。だからでもね、楽しいですね、やっぱね、クリーチャー考えるのね。久しぶりだからな、格付けしか作ったことないですからね、私。よいしょ。このゲームはね、このクリーチャー作るだけでも楽しいですよね。その上いろいろね、アドベンチャーとかいろんなクリーチャーステージとか細胞ステージとかありますからね、素晴らしいですよね。上の方は補足するんです。補足して、で、あ、いいんじゃない。で、ここはちょっと太くしようか。そうですね、胸板な感じで。で、このままじゃね、顔がすっごいちっちゃくなるんですよね。だからもうちょっと胸板を下の方に持ってって、ここちょっと細くして、ここで、ここは細い、こっから頭、ちょっと後ろに下がりすぎかな。もうちょっと前のめりになりましょうかね、君。よいしょよいしょよいしょ、よし、よし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 、いいんじゃない、顎引いてる感じね。で、手ですよ。手はどうしよっかな。おお、すごいすごい、ムキムキ。いや、そんなつもりはないんだ。ムキムキにするつもりはないんですよ。これいいな。わあ、違う、想像してたのと。ああ、そっか、もともとの体がちっちゃいのか、多分。じゃあ全体的に大きくして、そしたらさっきみたいにガツッとはならないんじゃないかな。ここもちょっと細くていいな。こうです。うわ、太ったな、一気に。でもそれの分ね、足も太くして、もうちょっと上に持ち上げましょうか。で、ここ、でももうちょっと下だな。この方がバランス取れますよね、多分。よいしょよいしょ。内股はちょっと恥ずかしいね。違う。ちょっと何これ。もうちょっと後ろかな。で、むにっとね、こう、いいよ、それならいいよ、まだ。こうかな。ちょっとな、まあいっか。もうちょっと後ろかな。いいよ、もうちょっと大きい。いやー、このね、微妙な違いが結構ね、重要なんですよ。足先がちょっと、ちょっと違うな。こうだな、これでいいでしょ。で、もうちょっと下かな。これでとりあえず OK でしょ、足は。で、手ですよ。フレッシュド、ホリアーム、コールティア、ヒュマラス、ヒュメラス。何これ。お、かっこいい、いいじゃん。ちょうどね、膝に手を置いてるような感じになりましたね。座ってますね。この手をさ、ちょっとね、そっか、手先は変えられるんでしたね。手を、手の生え際はいいんですよ、ここで。で、ここをもうちょっとね、内側にしましょうか。ちょっと恥ずかしがってるみたいだな。違うな。よいしょ、よいしょ。どうしよっか。
どうしよっか。普通すぎるな。まあ普通でいいんですけどね。ちょっと手先を変えてみましょうか。いいのあるかな。お、なんだこれは。あ、なんだこりゃ。ドラゴンですからね、この子。これかな。デクテロ。お、これかっこいいんじゃない。うわ、すっごい。これは違うな。これは、いいですね。これ、これちょっと普通すぎるな。じゃあね、これはクマさんですよね。これ、これにしてみます。ちょっと違うと思うけど、なんか鱗っぽい気がするんですよね。よいしょ。あ、いいんじゃない。ちょっと肘開きすぎかな。あ、違う違うよ、それは。これはいいとして、うん、まあいっか。うん、いいんじゃない。で、お尻ですよ。この尻尾を、いやー、やっぱこんな太ってたらね、そんな可愛い尻尾にする必要ない気がしてきました。顔をねつけてみないとわからないですよね。これこれは違うな。何これ。うわー、ちょっと違うな。うわー、これ見覚えがあるな。うわー、ねびっくりした。ドラゴンですよね。鼻を長い感じにしたいですね。イノシシみたいなね、これは。意外、どうしよっかな。ここら辺はね、隠すけど被るんですよね。あ、これとか可愛いですよね。この豚さんの口ね、いいよね。まあしないんですけどね。ここら辺が草食、肉食か。ちょっと、どうしよっか。これ何？うわ、気持ち悪いな。うわ、気持ち悪いな。いいな。いいですね、この気持ち悪さ。で、うわー、目が3つある。うわもうちょっと変なの作りたくなってきたな。これは、うわー、ダメ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 。これなん、足先か、これ。なるほど。そっか、足先も変えられるんですね。ちょっとやってみましょうか。足先を外して、もうちょっとね、いかつい足にしたいんですよね。これかな。いいんじゃない。これだったらこの体重をね、ずっしりと支えられそうですね。いいんじゃない。これをもうちょっとね、開かないと重心がね、難しくなりますよ。ちょっと目が違うな。口はこれでいいんですけどね。目を、1個3個とかでもいいですね。ちょっと可愛くなりましたね。やっぱり可愛いのもいいかもな。鼻があるぞ。鼻つけたら、君。いいんじゃない。いいんじゃない。ちょっと待って、そうなったらね、犬の鼻みたいになりしたくなりますね。犬の鼻にするには、これに、大きな、いいんじゃない。これ、私ね、鼻の長い犬が好きなんですよ。よいしょ。ちょっと長すぎますけどね、これは。上だけ上だけもできるのか、大きく。いいな、面白いな。いいんじゃない。いかにもドラゴンっぽくなりましたよ。よかったよかった。一時期ね、ちょっと気持ち悪い方向に行ってたけどね、よかったね、普通になってね。で、鼻ですよ。鼻、これね、普
末の犬の花みたい。え？あれ？え、これ豚さんじゃない？あれ？これ選びましたよね。あれ？あ、違った違った。こっちだ。ふん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 。あ、可愛いじゃん。いいじゃん。ちょっと鼻でか。あ、ちょっと大きすぎるか。ちょっと短くしていいんじゃない？あ、わお。いや、豚さんでもいいな。ね。あ、でも鼻が長くていきなりこんなところに豚鼻があるのも変ですね。うん、完全に埋まってくれたらいいんですけどね。そうもできないんで。ダメだな。これ日本は日本じゃなくて人間みたいなのはちょっとな。あ、でも悪くない。あ、違う。悪くないね。あー、悪くないね。これもうちょっとね、上向きにして、うーん、違うな。あ、こんなことできるのか。これは普通の、あー、なるほど。これね、カバさんみたいなやつですね。あ、これもいいけどね。うーん、犬鼻にします。うん、よし、これでいいんじゃない？いいでしょう、気に入った。ということで、目がね、これでいい気がするんですけどね。この点の目もいいですよね。ちょっとぼーっとしてそうな感じの。あとはね、これはね、一時期隠す気もなってましたね。もうちょっとね、うん、上のまぶたをキリッとできたらね、似合いそうなんですけどね。どうしようかな。さっきまでつけてたのも結構良かったな。うん、これもかっこいいね。かっこいいですね。あ、これ耳か。へえ。いやーって書いてありましたよね。どうしようかな。あとは、うわ、すごい。すごいよ、これ。宝石みたいな。すごいな。これはキラス。あ、どこにつけようかな。あ、これがさっきまでのですって。普通だな。面白みがないけど、まあ、いっか。あとはね、武器ですね。お、すごいぞ。あ、かわいいじゃん。いいじゃん。似合うよ。あ、耳つけようと思ってたけど、あ、耳つけてないや。これになると、こういうのになりますよね。あ、かわいいじゃん。あ、いいじゃん。気に入ったよ。あ、よかった。もう一時期、気持ち悪い方向に走ろうとしてたけど、十分かわいいのでいいですね。足はね、かわいいながらもね、この、ちょっといかつい感じね。いいじゃん。手先も、これちょっと変える、変えてみようか。これ？あ、ちょっと違うな。これ？あ、これかわいいんじゃない？あれ？かくすけこれだったっけ？あららら。もうどれかわからないけど。あ、でももうちょっとね、鳥っぽい手をしてたはず。いいじゃん。んでですよ。武器が、あ、この子羽ついてないじゃん。ちょっと羽をね、可愛くつけましょう。羽ってこれか。これじゃないな。羽どこだったかな。手かな。違う。足？いやー、これか。これ？これじゃないな。口も違うだろうし。あれ？羽ってどこだったかな。ないでしょ？手でしょ？目でしょ？あら？あらら？あ、あった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 。これはもうこれでしょうね。ドラゴンだからね。ここら辺にね、さりげなくつけましょうよ。ここら辺に、もうちょっとね、ちっちゃくていいんですよ。もう飛べないくらいでね。ちょっと違う、それ。あれ？左右がめちゃくちゃになってるよ。あ、よかったよかった。よし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 。で、
もう本当にこんな感じでね、そんなに目立たない感じで羽つけていいじゃん。で、そして武器がこれね、どうしようかな。これ格付けですよね。スピットか。尻尾の先ってどうしてもつけたくなるんですけど、そうなったらつけないようにしたくなるんですけどね。ん？今羽が動きませんでした？大丈夫かな？ね、尻尾の先つけるとしたら、やっぱ今回つけないでおこうか。それかこれか。あー、いいんじゃない？ちっちゃくしてね。あー、いいんじゃない？セルみたいですね。何か吸収しそうな勢いがありますね。で、ちょっとね、今回はね、ごちゃごちゃつけすぎたくないんですよね。ちょっとアクセントつけるぐらいでね、いいんですよね。これが、なるほどね。あ、いいんじゃない？ヒレ。ヒレを、モヒカン？モヒカン？あ、ちょっと頭飾りすぎですね。これはいけません。尻尾も違うな。ここら辺かな？ここにちょんとヒレをつけて、いいと思いますよ。他は、いや、十分だ、これで。色をね、こだわりましょう、ちゃんと。ちょっと時間かかってますね。大丈夫か？大丈夫か？強制終了しないかい？これちょっと、よかったよかったよかった。ちょっとね、今の途中でね、ごちゃごちゃ動かしすぎたら、危険な気がしましたね。どうしようか。何色をベースにするか。黄色は格付けと被るから、ちょっと時間かかりますね。やっぱ緑かな。どうだどうだ。違うな。さっきのやっぱりね、緑の状態が結構良かったんですよね。赤系はどうかな。嬉しそうですけど、一気になんか地獄にいそうな感じになりましたね。それはちょっと違うんだよな。さっきのでいいでしょう。で、お腹の色を変えたいですね。お腹の部分は白っぽい感じでね。ほいほいほい、時間かかるな。はい、できました。で、コーティング、ベースがコーティングを今、例えばわかりやすいように赤にするとしたら、お腹の部分だけをね塗るのってどれなんでしょう。逆に背中の部分だけを塗る感じかな。これはほいほいほい、どうなる。これは違うな。お腹と背中がどうしても同じ色になっちゃうな。ね、これは、これでいけるよ、多分。これお腹になると思います。よし、頑張れ。黄色だ。なんでそんな下の部分だけなるんだろうな。もうちょっとね、もうちょっと思いっきり来てほしいんだけどな。来ないな、こりゃ。ちょっと違うな。これを例えばしたら、どうなる？そんな、暴れないで。で、赤になったら、そんなになっちゃう？そんなになっちゃうか。これの後に、このコーティングの色をつけても、赤は残らないのかな。残っ
で、あ、赤の方が主張するか。そっか、ちょっとやりすぎだなこれは。じゃあこれかな。これは無理そうだな。もうちょっと上までしてほしいんだけどな。お？お？あ、さっき、あ、紫の下のか。ちょっとおむつみたいになったな。違うんだよな。このオレンジのこれをしたらどうなる？はい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 。はい、オレンジのこれが、おーおーおおお、うん、そっか。これを濃い色にして、うん、もうちょっと細かい、あ、クリックをホールドすると、あー、なるほど。オッケーオッケー。もうちょっと濃い緑をここで選択すると、側面が全部濃いめの色になると思います。ちょっと緑すぎるな。もうちょっとね、くすんだ感じの、あ、違う。この辺、この辺にしましょう。どうなるかな？これで、こっち。びっくりした。いきなりブツブツが出てきたから、あ、びっくりした。とりあえず、これで、側面が濃ゆくなりましたと。で、背中の部分、お腹の部分をちょっと茶色っぽい感じにしようかな。背中の部分、お腹の部分は元の色でいいか。うん、背中の部分を何色にするか。これじゃなくて、うん、これじゃなくて、これかな。これの色を変えて、あー、ちょっと待ちですね。あ、違う、これ。あー、そんなに暴れないでいいよ。この鼻だけの色とかね、変えたいんですけどね、私としては。ここの部分を、これ結構お腹の方が色変わりましたね。あー、そっか。ここはちょっと、こっちだったら、いやー、どうなるかな。この元々のね、この森みたいな感じでもいいんですけどね。あ、そっか。ここも緑だな、まだ。違うのにな。ちょっとね、今処理が追いついてないのかな。よし。はい、これじゃなくて、あ、これはできないのか。これをまたどうしようかな。こっちぐらいの濃ゆい感じでやってみたらどうかな。おっと、あー、ちょっと目立ちすぎかな。やっぱ茶色ぐらいにしとこうかな、これは。これでもいいな、やっぱ。これがいい気がする。他はね、そんなに良さげなのがないんですよね。これだな。これいいな。あ、これもいいな。これがやってみたいんですね。この鱗みたいなのね。この子一応ドラゴンな気持ちなので。あ、いいんじゃない？あ、お腹までなっちゃったけど。じゃあね、これは濃い色じゃなくて、明るめにしてみようか。結構時間がかかるのがね。わお。いや、いいんじゃない？まあいいんじゃないって思ったけど、これにしましょう。これで決定。で、ベースの色はもういい感じですよね、結構。あ、いいんじゃない？あ、いいんじゃない？まあいいでしょう。
いいさいいさ。あ、これ変えちゃったら全部変わりそうですね。やめておきましょう。じゃあこれでいっか、出来上がりで。うん、うん、かわいいよ君、いいと思うよ。名前がトウモロコシでいいや、適当にね。オッケー、トウモロコシくん、くんにくんつけとこう。あ、カタカナにしとこう。オッケー、これでいいでしょ。はい、完了。やったね、出来上がりました、トウモロコシくん。これは肉食になるのかな。肉食の場所に置きましょうか。これ公開しちゃいましょうか。ちょっと気に入りましたよ。これがね、多分貨物室に入ってるんで、トウモロコシくん、あ、ここの星はもう出来上がってるのか。じゃあね、ちょうどいいくらいに欠けてる。これはダメだな。集落ステージ、置いてみたいんだけどな。ここはまだ T0 でしょ。はい、あ、これいいんじゃない。ギスガラン製とかなんか置けそうな気がしますよ。そう、ゼルサド製に置いてみましょう。置けるかな。ちゃんと肉食のところが空いてたらいいんですけど。 T2 か。これをわざわざするのも大変だな、テラフォーム。これ一気にしたらダメだし。あ、違う、しまった。これは、あ、気温を上げる。あ、気温は下げるのか。気圧を上げて、T2 にさえなればいいんですよね。んで、気温を下げる。早くなっちゃえ、T2。ほいほい。はい、もうちょっと。で、雲散布。ああ、エネルギーが足りない。これで行ってくれたらいいんだけどな。よいしょ。頑張れ。いけそうですね。じゃあ、これですね。まず、木が3種類あると思います。ありました。肉食、草食、OK です。大丈夫です。エネルギーちょっと回復しないとダメかもな。仕方ないな。ちょっと回復してから、もうちょっとツールを使って、冷却ですね。はい。大丈夫かな。大惨事が起きちゃってるな。はい、雲散布の冷却。ちょいと、もうすぐできるでしょう。ポンって、ポン。はい。あとちょっとなんだけどな。よし、来たよ。ということで、まず植物。あ、違う。植物を置くでしょ。もうちょっと下に行って。はい、中くらいの植物を置くでしょ。で、ピニを置きます。で、装飾を置き、ピードルね。はい、これです。トウモロコシくんをね、近くで。お、あ、大きいですね、トウモロコシくん。いやー、その子を食べて頑張ってね。あー、頑張って生きてね、君。やったね、トウモロコシくんができたよ。やった。これちょっと公開します。マイコレクション、スポアペディアか。うん。スポアペディアから、マイクリエーション、マイアイテム、マイクリエーションを、トウモロコシくんですね。これを、公開します。電子で隠さなきゃいけないな。まあ、別に、このアドレス使ってないからいいんですけどね。はい、トウモロコシくんを共有します。はい、公開。よし。さっきのアドレスはね、もう、もうね、全然使ってないっていうか、いくらでも広告が来てもいいようなね、アカウントですからね。よし、それでは今回これで終わろうかな。今回作るだけでしたけど、自分的にはすごく楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。